お待たせでした、平八郎です。ライオンズ連敗を7でストップしました。明けない夜はない、止まない雨はない、やりました、4対1のライオンズ勝利。あー、イーグルスに無事勝ちました。レオー嬉しいね。こちらのタオル、実はですね、本日、現地に行った時にですね、フラックスで買い物してた時にですね、階段でね、すれ違った男性にね、平八郎放送局いつも見てます、声かけていただいて、今日は勝ちましょうって声かけていただいてね、ありがとうございますっつってね、その後まあ普通に解散してね、試合見終わった後にですね、なんとその男性がですね、僕のところをトコトコトコ来てくれて、平八郎さん、さっき階段ですれ違ったものなんですけども、いつも本当に見てます、ありがとうございます、曲もダウンロードしましたと。それですよ、もしよかったらこれ持ってるかもしれませんが、平八郎さんの言えばやっぱりレオフォーなんでっつって僕にプレゼントしてくれたんです。これレオフォータオル、これがね、僕ね、ある意味このライオンズがこの勝ったということよりもある種嬉しかったです。これこの行為が本当に、しかもボールにですよ、サインしてくださいって言って書かせていただきました。平八郎レオフォーと書かせていただきました。今日の日付も入れて、ちゃっかり嬉しい、これは本当に嬉しい、やっててよかったと思いました。まあ、この気持ちを忘れずに今後も平八郎放送局ね、動画の方できる限り毎日更新させていただきます。というわけでね、こちらはもうね、勝ったたびに掲げさせていただきますよ、このレオフォータオル、大事に使わせていただきます。ありがとうございました。もうお名前も聞かなかったんですけどね、おそらくこの動画も見ていただいていることだと思います。その説はありがとうございました。今後とも平八郎放送局をよろしくお願いいたします。さあ、というわけで久しぶりにやりますか、9月11日以来の勝利、連敗7でストップ、現地観戦、去年から4連勝レオフォーいただきます。うまいです、本当にうまいです。おととい願掛けでね、飲んだビールより数段うまいです。今日のアサヒスーパードライが五臓六腑に染み渡ります、うめえぞ。今日のおつまみは草加の藤あられ本舗醤油揚げ餅。はい、っていうかあれですね、現地行ったんだから現地のなんかおつまみ買ってこいやって話ですよねすいません、気が利かねえなってね思いました。もう自分で、いただきます。素材を生かした素朴な揚げ餅、ほんと素朴な揚げ餅って感じ。あ、うまいですね。ビールに合うわ。ライオンズをグイグイと揚げていただきたいですね。うまい。さあ、今日の試合を振り返ります。今日の先発はね、高橋光成、130球超えでしたよね。130球ちょうど、8回を投げ、130球、9奪三振、フォアボール0。素晴らしいピッチングでしたね、今日ね。ちょっと5回球が浮いたのかな、ちょっと球浮いてましたね、5回ね。で、まあ、ね、もう一回売り出し中の山崎に、タイムリー打たれましたけども、まあまあその後はね、ピシャリピシャリと抑えて、お見事でした。今日の高橋光成、エースの働き。今日はエースだった。高橋光成がエースだった。そして、打撃陣は、1回の裏、金子裕二先頭バッターいきなり塁に出て、2番源田がちゃんと送りバントを決める。森友哉凡退の後、山川穂高が、
センター前にタイムリーなあ先生ってライオンズ先生お見事です。お見事。あのね、今日のほうちゃんはほうちゃんだった。4番だった。今日の山川はまさに、確かにね、でっかいの求めてるよ。俺もドスコイしたかったよ。しかし本当に今日勝つんだというのが伝わってきます。今日のあのチームバッティングね、今日3安打ですよ。3安打ですよ。山川目覚めですよ。山川ここに来て今日のね、あの勝利は、山川の働きあってこそだったと思いますね。もちろん金子も今日は、5回に勝ち越しタイムリーね、前進守備の間を抜ける1、2塁間の勝ち越しタイムリーも素晴らしかったけど、今日はこの初回のタイムリー、そして8回裏のね、2アウトランナー1塁の場面でレフト線にね、よくヒット打って、あそこあれがでっかかったでしょ。結局8回のね、山川のあのバッティングが、2アウトでちゃんと5番外崎につなげた結果、ブゼニッツのワイルドピッチを生むことになりました。そのワイルドピッチでここで追加点3対1になり、バッター外崎三塁ベースにアップルパッチスコーンっつったからね、ポーンって飛び抜けていったから、ダイソーの熊代が生還し4対1。ここはもうダメ押しでしたね。素晴らしかった、アップルパンチ。ああ今日は本当に見応えがあった。どうだ、共に見応えがあった。うん。そして最後は平が3人でピシャリと抑え、ゲームセット4対1ライオンズ勝利。いいゲーム見させてもらった。ナイスゲーム、レオレオレオ、大切に使わせていただきます、こちらのタオル。よかった、本当に。なんか夢見心地な現地観戦でしたよ。はい。またハイタッチ動画を見るのが楽しみでございます。ね、まだ見てないんで、はい。ハイタッチ動画見て、この動画編集し終わった後に、今日の現地観戦の動画のね、編集をして、明日、アップできたらなと思いました。明日試合なんでね、3日間試合ないんで、といったところで、今日はこれで締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、そしてコメントの方もぜひぜひ書いていってください。あ、もうそうだ。今日ね、もう動画、今日、試合前に動画アップさせていただきましたけども、もう皆さん、勝利の女神だと、福の神だと、もう僕のことをね、もう、褒めちぎるというか、もうね、現地観戦生き続けてくださいと。もう僕にとってもポジティブなコメントを、もう皆さん本当にありがとうございます。ただの僕、ライオンズファンなんで、はい、皆様と一緒ですよ。たまたまチケット取れた試合が勝ってただけでね。本当に、そんなね、持ち上げたらね、僕調子乗っちゃいますよ。ね。調子乗っちゃいますよ。調子乗っちゃって、ねえ、しょうがねえな。俺が行かないと勝てねえのか、ライオンズ。たくよ。悪い気はしねえな。まあ、言うてもね、僕もね、忙しいからな、言うてな。まあ、あとはまあ、うちの所長のトモさんと、まあ、球団側で話し合っていただければ、そこでまあ、折り合いをつけてもらえればね、まあ、言ってやれないことはないよね。確か、ね、春日さんの枠、俺になっちゃうのかなとかね、思っちゃったり、なんかしちゃったりしちゃったり。君が勝利の女神さ。